I'm gonna show what it's like to do dailies in Arknights as a veteran player. わからないな。教官のところに行って話を聞いてみよっか。上官、ロンメン消防署所属のショーです。どうぞよろしくお願いします。医師見習いのハイビスカスです。みんなからはハイビスって呼ばれてます。今日からドクターとロドスの皆さんの。お客様、私に最高の笑顔を見せてくれませんか。はじめまして、ロープって呼んで。ああ、これリーダー、あたしの武器試してみる？どこだよここ。あ？なんと魅力的な感染でしょうか、ドクター。大丈夫ですよ。一人でいるのは平気ですから。この部屋、隠れられるところがたくさんね。ここならよく寝られるかな。結構おしゃれな部屋じゃん。場所はあるのかしら。以前の部屋をまだ残していてくれたのか。感謝する。まあまあ綺麗な部屋かな。ここにいる他の医者たちとも話をしてみようかしら。Thank you.
静かな場所だな。ドドスの廊下は広いね。雑誌の最新号をいつでも買えるなら、住むところなんてどうだっていいんだよ。この部屋はすごく安心できますね。静かな場所だな。ここ気に入った。まだやらないといけないことが山積みだ。しばらくここにいさせてくれ。悪くないじゃない。 いえ、この部屋もっと改装した方がいいわ。ここで実験をしてもいい？安心して、壁を壊したりしないから。調子はいかがかな、ドクター？We basically finished all the daily missions without even playing, just doing the main menu things, and then you need to spend your sanity. To be more efficient and get more free stuff, we would get more credit to buy more free things. We would have to log in twice a day, so we won'twaste sanity and won't waste trading post materials, but it doesn't really matter for a veteran player. Doesn't need that much. We have a lot of resources that we can use from what we get as is.